通の経営者の人たちって有名じゃないじゃないですか、うん、まあまあ会社有名だけどどんな顔してんだろうとか、うん、そんなパッてみんな多分思い浮かばないと思うし、一般の人たち多分知らないと思うんですよね。だから僕はすごい知られてるからそういうところはあるんじゃないですか。だからその知られてるがゆえに危ない人たちにも近づけないし、でも知ってるから、特に当時は30代だったから、30代前半とかなんで、でも分かりやすいじゃないですか、あこいつ金持ってる有名っていうだけで、もうそういう例えば分かんないけど港区女子的な人たちはもう分かりやすく自慢できるじゃないですか。だからそんなに危ない橋を渡らなくてもいいというか、だから例えばなんかラウンジとか西麻布のラウンジとかに行って大金をばらまいてシャンパンバンバン入れてみたいな、それをやらないと誰だか分かんないじゃないですか。分かりやすく県政をちゃんとね、シャンパンのボトルをちゃんと入れて示さないと分からないんですよ。